演習をする分かんないものをできるようにするっていうのが演習になるんですよ。勉強っていうやつですね。だから作業は勉強じゃなくて演習でもないんですよ。単純に作業なので、これを分けてできないものをできるようにするっていう、この流れが大事なんですよ。だけど最初の分かるもの分からないものっていうのを分けるときに、答えを見たり調べたりとかすると分からないじゃないですか。分析ができないんですよ。これをやられてしまうと、もう一切成績が伸びない。当たり前に思うかもしれないですけど、答え見てたらできるようにならないっていうのは、それは正解の意味で不正解です。答えを見ることが悪いわけじゃないです。ただし答えを見たやつはもう一度何も見ずに自分の力で解くっていう勉強をしなきゃいけないです。それがプラスされるだけです。ただそれをやらないんですよ、めんどくさいから。だから答え見てない、何も見てないって言うんですよ。そうやってやられてしまうと、僕らももう分かんないって感じです。まずこれが、成績がもう上がらない、僕らの塾でも成績が上がらない。